なんだって本当なのか、どう反論していいかもわからなかった。韓国人男性によるアジアのリゾート地にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、東洋一のリゾート地はチェジュ島でしょう、沖縄なんてしょぼすぎる、そう言い放った韓国人男性、しかし日本の実力を知り愕然の話題です。海外、最高に美しくて楽しい島。韓国のハワイとも名高いチェジュ島は、様々な韓国ドラマのロケ地としても知られている、日本人にもおなじみのビーチリゾートです。また日本の沖縄もアジアの人気リゾートとして有名ですよね。そんな韓国のチェジュ島 VS 日本の沖縄というネット記事が密かに話題となっていたようです。どちらも綺麗な海や大自然を楽しめるリゾート地ですが、どうやらそこにはある決定的な違いがあるようです。今回ご紹介するのは、反日感情を持っていたという韓国人男性がチェジュ島と沖縄を訪れたというエピソードです。彼は沖縄よりチェジュ島の方が魅力的だと断言していたようですが、実際に訪れてみてとても驚いたと語っていました。一体どのようなことがあったのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。俺の名前はテヨン、韓国ソウルの大学に通う大学生だ。生まれも育ちもソウルで、今も両親と一緒に暮らしている。母は写真家として活動しているよ。そんな母の影響で、俺も趣味は写真撮影。風景を撮影するのが好きで、ソウルの観光スポットとかを撮影しては SNS へ投稿しているんだ。ソウルの素晴らしさを世界の人たちに知ってもらうため、いい PR になるかなとも思っている。この俺のソウルを愛する思いは父の影響かな。父は大学の教授で、あることの PR 活動で結構な有名人でもあるんだ。父がどんな活動をしているのかというと、それは反日愛国の PR 活動。メディアから反日思想に関する取材を受けることもあるくらいで、それで反日家の大学教授としてちょっとした有名人さ。父の反日活動には熱狂的なファンもいる。そのおかげなのか、大学での父の講義は人気で、たくさんの学生が集まるそうだ。そんな父に育てられた俺は、もちろん厳しく反日思想を教え込まれた。子供の頃から、日本は韓国の敵だなんて意味もわからずに叫んでいた。だけど10歳くらいの時だった。日本のゲームや漫画を持っている友達が羨ましく思ったことがあって、その時はさすがに、なんで日本は敵なんだろうと感じたよ。でもその後の中学高校では反日思想の強い教育を受けていたから、子供の頃に感じた反日に対する疑問なんて消え去っていた。歴史の授業では、日本が朝鮮半島を支配していた時代を暗黒時代と教わり、日本が朝鮮人に行ったとされる数々の悪行を聞かされたんだ。日本人は朝鮮の女性を強制的に連行し、慰安婦として働かせた。朝鮮人は労働力として日本へ連れて行かれて奴隷のように扱われた、など。さらに現在の日本政府に対しても、日本は韓国に対して卑劣な野蛮な行為を行った加害者なのに、十分な謝罪をしていないし、反省すらしていない、といった日本批判を繰り返し教わるんだ。このような反日教育は歴史の授業だけではなかった。なんと体育の授業でも、高校で開催されたマラソン大会のテーマがなぜか愛国。それで学生たちは先生からテーマに合ったポスターを作るよう指示されたんだ。つまり反日的なスローガンを書いたポスターということ。結果このマラソン大会では、日本は滅びるべき国だ、日本の経済侵略に反対、といったスローガンのポスターを持った学生たちが走ることになった。これはマラソン大会ではなく、いわゆる反日 PR 活動だった。それでも俺はこの大会に対して特に疑問を持つことはなかったんだ。
だって反日 PR は子供の頃から身近にあったし、父が積極的に参加している活動だったから。そんな反日思想が強い俺の高校に、ある日いとこの純が転校してきた。どこの高校から転校してきたかというと、それはイギリスの高校だった。純の父であるおじは仕事の都合で10年前にイギリスへ家族で引っ越した。だからいとこの純は小学生になった時からずっとイギリスで育ち、でもまたおじの仕事の都合で家族で韓国へ戻ってきたんだ。久しぶりに会った純は、俺の記憶の中の純とは全くの別人だった。もちろん韓国語を話すけど、時々話す英語がまさにネイティブスピーカーの発音だった。それに純はイギリスで通っていたインターナショナルスクールで、いろいろな国の人と友達になったらしく、俺の知らない世界各国の文化や生活についての話をするんだ。正直そんなジョンは俺にはなんだか近寄りづらい存在だった。なぜかというと、反日の俺とは違った国際感覚を持ったジュンは、当然反日教育を推し進めていた俺の高校で完全に浮いていた。他の学生たちは変な転校生だと嫌っていたよ。ジュンは平気で日本のアニメが面白いとか、日本のゲームはおすすめだなんて言うもんだから、高校の先生たちからも目をつけられるようになっていた。職員室に呼ばれて、日本を贔屓するような発言はやめろと怒られていたようだ。それで俺もジュンがいとこであることをなるべく隠していたんだ。だって俺もジュンと同じ考えを持っているなんて先生に思われたら、先生の俺に対する評価が下がって大学進学に影響してしまうかもしれないから。だからジュンはやっぱり高校では一人も友達がいなかったみたいだ。でも成績は優秀だった。学年で常にトップを維持していたらしい。周りの友達からは、なんでイギリスで育ったやつがトップなんだなんて妬みの声もあったくらい。だけどジュンはそんな声を全く気にすることはなかったよ。そして高校でジュンを避けている俺に対して怒る様子もなかった。きっと俺が先生からの評価を気にしていることを知っていたのかもしれない。だから高校ではジュンから話しかけてくることもなかったんだ。そんな俺たちの高校生活はあっという間に卒業時期を迎えて、俺もなんとかソウルの大学への進学が決まった。ジュンは頭が良かったから俺よりも上のランクの大学へ進学。それで俺とジュンの大学進学祝いということで、おじであるジュンの父親が2人に旅行をプレゼントしてくれるという話になったんだ。この時の俺は旅行らしい旅行を経験したことがなかった。なぜなら父が本当に忙しい人だったから。大学での講義や研究の上に、休日は反日 PR 活動、それに反日集会で講演をして回ったりもしていたから、家族旅行どころではなかったんだ。だから俺が記憶している家族旅行といえば、ソウル市街の日帰り旅行くらい。でもジュンはイギリスにいる時に長い休暇を利用して家族で海外旅行を楽しんでいたみたいだった。高校を卒業してから大学へ入学するまでの期間も、どこへ旅行しようかと計画をしていたらしい。そんなジュンが最初に俺に提案してきた旅行先は、なんと日本。どうやらイギリスで日本旅行が話題になっていて、友達から日本旅行が楽しかったなんて話を聞いていたみたいだ。俺はこのジュンの提案を聞いて、反日の俺を日本旅行に誘うなんてどういう神経なんだと思ったよ。ジュンの父親がプレゼントしてくれる旅行だから、ジュンの意見を尊重しようっていう気はあったけど、さすがに日本と言われて黙っているわけにはいかなかった。日本なんて最低な国だけは勘弁してくれ、そうジュンに言ったんだ。そしてジュンが反論してくる前に、俺はこう続けた。韓国が世界に誇るリゾート地、チェジュ島に行ってみないか。もしジュンがチェジュ島を知らないなら、ネットで検索してみろよ。世界中の人からのチェジュ島を絶賛する投稿がたくさんあるぞ。ほら。そして俺はまたしてもジュンに発言する暇を与えずに、手元のスマホで検索したチェジュ島に対するコメントを読み上げた。食べ物に関してのコメントは、チェジュ島にはそこでしか楽しめないグルメがたくさんあった。新鮮なシーフードも最高だって。
それに島にある市場でのショッピングが楽しかったなんてものもある。あと、これなんか最高のコメントだぞ。世界自然遺産が3カ所もあって広大な自然に感動した。やっぱりチェジュ島は世界が認めるリゾート地だな。そんな話し続ける俺に対して、ジュンも負けてはいなかった。俺の話の一瞬の隙をついて、こう話し始めた。僕もチェジュ島が韓国のリゾート地だということは知っているよ。でもあまりイギリスでは聞かなかったね。それなら日本の沖縄の方が人気だったと思うな。チェジュ島に行くのなら沖縄の方が良くないか？なんとジュンはまたもや俺に日本を勧めてきたんだ。ここまで来ると俺もイライラが爆発したよ。それにここでジュンの意見を採用して日本旅行なんてことになったら、半日 PR 活動をしている父に怒られるに決まっている。だから俺はジュンの意見を全力でこう否定した。沖縄、日本の外れにある島だろ。ネットでもろくな評価がないぞ。ほら、海しかなくて楽しむポイントなんてなかったとか、食べ物が全然口に合わなかったなんてコメントもあるぞ。沖縄なんて日本のど田舎の島でしかないっていうことなんじゃないのか？なんでそんな沖縄がチェジュ島より人気だなんて言えるんだ？どう考えてもチェジュ島だろう。俺は自分でこう話しているうちにどんどんテンションが上がってきて、エスカレートした俺は批判の矛先が沖縄から日本へ。父が俺によく語っていた日本と韓国との領土問題についての話を持ち出したんだ。ジュンはどれだけ日本がひどい国なのか分かっていない。俺の父が韓国の領土である特土を守る活動をしていることを知っているか？日本が竹島と呼び領土問題だと勝手に騒いでいる島のことだ。こうジュンに問いかけると、ジュンは困ったような表情をしていたよ。でも俺はそんなことはお構いなしさ。韓国から特土を奪い、日本の海域を広げようとしているんだぞ。日本という国はそんな卑怯な手を平気で使ってくる国なんだ。これを勝手に領土問題だと主張し、国際司法裁判所に訴えるなどと馬鹿げたことまで言っている。つまり日本は特土が韓国の領土だという歴史をねじ曲げても、日本の領土だと主張し、領海を広げることで自国を発展させようとしているんだ。そうやって日本はいつも韓国から奪い取ったもので経済成長してきたんだぞ。俺は渾身の思いで日本をディスってやった。これでさすがのジュンも日本は韓国の敵ということを理解すると確信していた。でもジュンの反応はというと、相変わらず困ったような表情で、俺のこの熱い思いが伝わったようには感じなかった。それどころか俺にこんな話を始めた。イギリスでも日韓が領土について争っているのは知られているよ。でもイギリスでこの問題についてこんな意見を聞いたことがあるんだ。これは韓国人の僕としてはちょっと言いづらい内容だけど。ジュンはそう言って俺の反応を確認しながら慎重に話を続けた。この島の問題について日本は国際司法裁判所で解決しようとしているけど、それを拒んでいるのは韓国なんだよ。なぜ拒んでいるのかというと、裁判で負ける可能性があるからさ。そして日韓の領土問題が解決してしまうと、もう韓国政府が特土は韓国の領土だという反日スローガンで国民からの支持を得ることができなくなる。つまり領土問題を作り上げて騒いでいるのは日本でなく韓国政府なんだ。このジュンの発言に俺はとんでもないショックを受けたよ。なんだって？本当なのか？どう反論していいかもわからなかった。とにかくただただ唖然とするばかりで。そして自分の父が間違っているのかという不安にも襲われていたんだ。ジュンの話で世界から韓国という国がどう見られているのかを知った俺は意気消沈してしまった。その後、旅行先を決めるジュンとの話し合いでももう何も意見することはなかった。そんな俺にジュンはこう提案してくれた。それじゃあチェジュ島と沖縄の両方に旅行してみようよ。何事も自分で体験して確認してみることが大切だからね。
俺は父にはチェジュ島へ行ってくるとだけ伝えた。おじが俺の父に沖縄について報告していたかもしれないけど、とにかく父からクレームが入ることはなかった。そして春休みを迎えた俺たちはチェジュ島と沖縄へ旅行してきた。でもそれがとんでもない旅行だったんだ。まず最初に訪れたのはチェジュ島。世界自然遺産の国立公園や溶岩洞窟では素敵な風景を撮影することができたし、本当に感動した。でもそんな感動を全て台無しにしてしまうような体験をしてしまったんだ。それはチェジュ島で横行している観光客に対するぼったくり。宿泊した民宿から部屋代とは別に電気代が請求されて、その金額はなんと36万6千ウォン。ソウルで普通の家族が1ヶ月で支払う電気代よりはるかに高い金額だった。ぼったくりはこれだけではなかったんだ。焼肉店で食事した時に注文した豚肉がほぼ脂身だった。店主にクレームをつけると油が一番美味しいんだよなんて逆ギレされた。それで俺もジュンももうチェジュ島はコリゴリだと思った。そんな悲惨な体験の後、俺たちは飛行機を乗り継いで沖縄へ向かった。正直、俺はチェジュ島での体験がトラウマになっていて、沖縄に到着した時はかなりナーバスな精神状態だった。でもジュンは一人で大はしゃぎ。空港に到着すると早速タクシーで観光地を巡ったんだ。すると真っ青な空に透明度の高いエメラルドグリーンの海。沖縄での写真撮影はチェジュ島での撮影をはるかに上回る枚数だった。どの風景もとっても綺麗なんだ。観光スポットにゴミが落ちていないから風景がより綺麗だった。それに行く先々で食べたグルメはとても美味しくて値段が安い。沖縄そばにタコライス、ステーキもハンバーガーも沖縄グルメを存分に味わった。何だったんだあのコメントは。さらに宿泊したホテルはすごく掃除が行き届いていて快適空間だった。もちろん法外な金額の電気代を請求されることなんてなかった。沖縄での思い出があまりにも素敵すぎてチェジュ島に行ったことを忘れるくらいだった。そんな沖縄で俺が一番感動したのは人の優しさだった。日本語が話せない俺たちに沖縄の人たちは笑顔でサポートしてくれるんだ。タクシーの運転手さん、レストランのマスター、ホテルのスタッフ、みんなすごく温かい対応だった。ジュンはそれを日本人のおもてなしと言っていた。沖縄から韓国へ戻るときは本当に後ろ髪を引かれる思いだった。そんな俺とジュンが今どうしているかというと、この旅行をきっかけに大親友になったんだ。通っている大学は違うんだけど、しょっちゅう一緒に遊んでいるよ。そんな俺たちは二人で挑戦していることがあるんだ。それは日本語の勉強。もちろんまた日本を訪れる時のためにだ。ジュンと二度目の日本旅行について話している。ジュンはニューヨークタイムズで紹介されている日本の都市盛岡とか山口とかに行ってみたいと騒いでいるけど、俺としては二度目の沖縄も外せなくて、またもや旅行先を決めるのに喧嘩になるかもしれないな。まあ日本には行ってみたいところがたくさんあるということだ。父には大きい声では言えないけど、俺もジュンもすっかり日本ファンになってしまった。これからは二人で日本に通うことになるのは間違いない。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本は自分の中でトップ3の旅行先に入っている。もうずっと日本の文化が好きなんだ。中でも沖縄は最高だ。沖縄は最高よ。私も沖縄に何回も行っているわ。何度行っても最高ってすごくない？自分たちは12月に沖縄を離れる。沖縄のビーチはとても綺麗だ。ああ、沖縄が恋しい。最高に美しくて楽しい島だ。沖縄はいいね。なんかハワイに似ている。日本人がハワイに来たがるのもわかる気がする。嘉手納空軍基地に3年半いたのを思い出すよ。基地の中と外、どちらの人々も素晴らしかった。日本人はわざわざチェジュ島には行かないですよ。あいつらには沖縄があるからね。
私の妻は日本人だけど、ソウルに行きたいとは言っても、チェジュ島に行きたいと聞いたことがない。チェジュ島の代わりに沖縄本島や石垣に行きました。自分も沖縄に住んでいたけど、美しいところだったな。もし水族館に行っていないなら、ぜひ行ってほしい。素晴らしいぞ。以上が海外の反応です。実際に沖縄を訪れる韓国の方は多いようで、日本を訪れる韓国人観光客が行きたい場所に、東京や大阪といった大都市と並び、沖縄も名を連ねています。韓国の方にとっては、比較的近くのリゾート地といったイメージなのだそうです。実は、沖縄に限らず、日本を訪れている外国人観光客は、25% が韓国人観光客というデータもあるようです。これからも世界中の人たちを魅了する素晴らしい日本であり続けたいものですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは。次回も見てくださいね。じゃんけんぽん。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。